スパークイグニッション東京渋谷のスパーク2045からお送りしています番組パーソナリティの黒田理沙です私はタレントとして宇宙飛行士になることを目指していますそしてはい、えー、今週もよろしくお願いします、えー、同じくパーソナリティを務めています、えー、外務副大臣の鈴木圭介ですファシリテーターはイグニッションポイント株式会社テクノロジーユニットマネージャーの濱雄貴さんですよろしくお願いします グラフィックファシリテーションは玉置さ,としさんですすよろししくお願いします玉置さんは一般社団法人グラフィックファシリテーション協会のクリエイティブファシリテーターとして対話を絵に描くことで場を活性化し多くの企業団体の課題解決に携わっていらっしゃいますそれでは浜さん今週のディスカッションのテーマを発表してくださいはい、えー、イーコマースの未来第2回は我々を取り巻く e コマースの現状と課題とはです あれ浜さんこれ、E コマースの現状という話なんですけれども、はい、例えばのよく日本は世界と比べてどうだとかあるじゃないですか、はい、今、日本の E コマースって、大体、マーケット規模とはおさらに昨年の E コマースのマーケット規模は17兆9000億円程度で、前年比2018年と比べて、ね、8.9%の伸び率の 市場規模になってます。十約十八兆です,、ね、そうですよね。はい。だからまああの日本の GDP はだいたい五百兆ちょっとで、うん、まあ個人消費が六割ぐらいですよね。だいたいね。だから三百兆ぐらいの個人消費ということで考えると、うん、まあ若干五六パーセントっていうぐらいにまだとどまって そうですね、あの海外の方が市場規模、かなり伸びてまして、あの同じあの市場規模として、海外の市場規模っていうのは、2兆8400億米ドルになっていて、グローバル全体でですね、で前年比からの伸び率っていうのが23%伸びている、かなり成長している市場になってます。じゃあ、200、300兆円ぐらいのマーケットですね、そうですねじゃあ、ね、じゃあ日本は15兆円だから、まあ5、5%ぐらい。 その世界のこれちなみにその、まあ、あの浜さんの思われるところでこれからどんどんまた伸びていく世界に追いつくぐらい伸びていくようなイメージ持ってますそうですねあの、そういうイメージもあるんですけれども、まあ、日本の企業風土っていうのが。 結構古かったりとかしていてその e コマースに対応できてない会社さんとかまだまだ多いですしあとその例えばシニアの方とかっていうのはまだまだ現金最近 PayPay とかあのそういったサービスも出てますけれどもそういったところが主流なのでその e コマースでそのクレジットの情報を登録するのが嫌だとかみたいな人がいたりとかそういうクリアすべきハードルっていうのはまだまだあるのかなというふうに考えています。 まあちょっとね、今回、ぜひ、まあ、2C やられている方も 2B やられている方も、ね、来られていますからぜひそこら辺の,なんていうのこれから伸びていくにあたっての課題みたいなのを深掘りでできるでいいですねそうですねそれではパネ,リパネリストの皆様をご紹介いたします楽天株式会社メディア事業・事業開発部オフライン PPAP 開発課シニアマネージャー山口隆さん。よろししくお願いします 株式会社スマートショッピング共同代表志賀隆之さん。よろしくお願いします。林英俊さん。よろしくお願いします。フラングシップ LLC 代表社員、神馬浩二さん。よろしくお願いします。はい、皆さよろしくお願いします。さあ、それでは、えー、質問に行きたいと思います。えー、我々を取り巻くコマースの現状とはととはいうところで まああのね、少し課題も含めて話しいただいた方がいいかもしれないですよね。なんで伸びてないのかとか、うん、まあご自身であの例えば起業されてから、まあ、結構時間も、ね、それなりに経ってらっしゃると思うんですけれども最初に思ったより大きくなってるとか、えー、最初に思ったほどなってないとかちょっとそういったところも含めて、ね、聞いていいいてきたいと思いますね、はいはい、それでは楽天株式会社の山口さんからお願いします。 はい EC の、まあ、日本のマーケットがまあ伸びている一方で海外に比べてはまだ率が低いというところがあるんですがまれ、あ、わとしてはまだまだ EC に関してはチャンスが多く眠っているところこれからどん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 んまだまだ伸びていくというふうに思っています例えば山口さんは、まあ、最初、楽天さんでもていろんなものを売るというチャレンジをしてこられたわけじゃないですか。で例えばまあその まあ教習所だったりとかあるいは新車とかねそういう話も全開していただきましたけれども、はい、あの予想通り EC の率が高くなっているものと予想に反して伸びてないものっていうとどんな感じの印象を持ってますかそうですね、えー、食品であったり、まあ、ジャンルによってやっぱり伸び率が違ってくるところがあるのでよりあの水であったりお米であったり。重いから なかなか日常で実店舗で買うのは大変だというところに関しては例えば EC がより早くなったり一方でファッションに関しては服を選ぶのは支度をしたいというところで EC の伸びが伸びなかったりというところでそれぞれのジャンルごとに伸びに関する課題はあるかなとは思ってはいます例えばこれは何て言うのかなその、えーまあ 重いものを持ちたくないっていうのはおそらく高齢者の方なんて本当そうなんだと思うんですけれども高齢者のご夫婦だったり高齢者のお宅なんかはあの EC ってかなり活用してるるんですかあるいはあんまりしてないんですかそうです、ね、全体の傾向としては徐々に徐々に増えてきているというところですが重いものを持つという部分に関しても昨今の事情状況の中でやはりなかなか 30代40代の働く真っただ中のところでも家庭と仕事の両立の中で時間がないというところで少しでも時短をしたいというところで EC でものを頼んで楽をする少しでも時間を本来使いたい時間に使うというところもあるので年配の方だけではなくて30代40代のところもどんどんと EC をお使いになられていっているのかなというのはい例えばやっぱりそあの、まあ、スマートフォンが、ね、かなり普及してきたじゃないですか。であのパソコンを持っててなくても スマートフォンを持っているという方、たくさん世代問わずいらっしゃると思うんですけれども、そういったスマートフォンというものが普及したことで、EC がすごく伸びたとか、そういうことってありますか。まあ細かい数値の部分は割愛ではあるんですけれども、やはり使いやすい接点がモバイル、スマートフォンでできてきているので、よりそれに伴って、マーケットの部分も伸びてきているというのはます、ね、例えば黒田さんなんか、ご両親とかって、 タブレットスマートフォンって持ってらっしゃいますどうだろうあはいあの私は結構シニアは母世代の人たちをあのガラケーからスマホに変えるっていうあの取り組みをしてるんですよです個人的に <laughs> はいなるほど、はいろ、はいろお店までついていっていい、ね、あのスマートフォンに変えてあげてっていう教えて l i n 入れてあげてとかやってるんですごいですね <laughs> そう、はい、でなんかみんな喜んでくれるんでん <laughs> やってるんですけど やっぱり一回持ってみると便利だから使うみたいな感じありますよね,多分ねうんあると思うんですけどやっぱりその本人の好奇心がないとなかなかその新しい便利なサービスを使おうとはあんま思わないみたいでそれこそクレジットカードとか登録するのはまだでできてないですねあやっぱりそこはかなりあるかもしれませんねん課題としてはね。はい 個人情報が出るっていうのをすごく恐れるところもあるから一回なんか登録すると勝手に使われちゃうんじゃないかとかそういうねなんか、うん、あの取り越し苦労じゃないけれどもうん、うん、もうなんか高齢者の方特にあるかもしれませんよね。山口さんがいいろろメモ そうですね EC がこれから伸びているというところに関してはまだ EC を使っていない方がどんどん EC を使ってくるという側面もありますし今 EC を使っている方が実は今まで EC で買ってなかったものをどん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  EC で買っていくということによってマーケットもどんどん伸びていくかなというふうに思っていまして物というものを EC で買うというところからどんどんサービスであったりというものも EC で買うというところが増えていくことになるのでよりそういった領域をですねリフォーム家事代行 教習所もろもろといいろんなあの世の中のサービスが EC 化していくのでそこも余地は十分あるかなというふうには見ていま,すまあ確かにまあそういうことでいうとあの、まあ、もちろん携帯の契約なんかは契約の更新とかまあサービスを変えるってこれ100%ほぼ EC ですよね。で航空券なんかも昔はそれこそあの紙で買いに行ってたけれども。 今はそういいいう人ってほとんどいないですもんねそうですねそういうことを考えるとまあ,あの EC マーケットが伸びてないと言いつつも100%ほぼ EC になった世界って結構なんかある気もしますよねうんまあ全体として当然実際に足を運んで店頭で買う価値というところも変わらない価値としてはあるので、まあ、一定パーセントまで上がるところはあると思うんですがその一定パーセントまで上がるというところに関してはまだまだ。 これから五年十年というところで伸びていくとは思います。はい、ありがとうございます。それでは株式会社スマートショッピングの志賀さん、林さんお願いします。あの我々も EC あのこれからあの全然伸びる余地がすごい多いんじゃないかなと思ってまして。 あの今多分先ほど浜さんがおっしゃったあの17兆の,あの市場規模っていうところで言うと多分 B2C の EC っていうところに限った市場規模でおっしゃってたと思うんですけれども多分 B2B だとですね今多分300経産省のデータだと340兆ぐらい。 20倍ぐらいの市場規模があってやっぱりビジネスの方はクレジットカードとかもためらわず入れるというかそもそも請求書払いとかでできたりもするのでその辺りの問題がクリアできてるっていうところがあると思ってましてまあ何て言うんですかね B2C の展望としても同じようにあの使いやすいものであればどんどん使っていかれるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、確かにねそのそうこと会社のこう接待とかで現金で払ってる相手がいたらちょっとなんか心配になりますよね。<laughs> そうですね。まさにそうだと思います。はい、林さん。はい、あの先ほどの昨年度の伸びが鈍化しているというかゆっくりになってるというのに対しては私はやっぱりあの。 配送のところのちま巷を騒がしているような人が足りてないみたいな中で、まあ、各事業者さんその分値段上げざるを得なくなったのでたまたま去年は落ちただけだと思って。 で我々のビジネスの文脈でいきますとあの山木さんおっしゃった通りであの物,の流れの物の中でいくとあのやはり洗剤とかああいう消耗品ってこれまで買われてなかったものがネットで買われることがすごく増えていて全体をけん引してたとただ単価が500円とかなので配送のところのコストがすごく重たくてそこで皆さん人が足りなくなってコストが上がっちゃった分値段が大きく上がった。 みたいななんかそういう見方でたまたま去年は悪かったですけど来年以降はまあやっぱり伸び続けるんじゃないかなというまあそういうい見方をしてます確かに今、林さんがおっしゃった話で配送の問題って結構あると思ってましてやっぱりその本当皆さんいろんなものをこうえーまあ e コマースでやるとするともう全部のよにみんな宅配しなきゃいけなくなるわけですよね。だからそこは確かにあの 不在のケースもあるし持ち帰りの回数なんていうのもね最近問題になってますけれどもそういった配送側がどこまでキャパシティ的に応えられるのかっていうのは結構大きな課題になってくる気もするんですけれどもさあそこどうですかいやま,あまさにもうそこがなんとかインフラとして立ち上がらないとやはりこれ以上は拡大しないんだろうなと思ってまして単純にこうなんか人を雇うみたいな話ではなくてそこをテクノロジーで誰かが突破していくんじゃないかなとはあの注目はしてますね。 例えば、その黒田さん、あのー、まあ、まあ、消費者的なのは黒田さんしかいないんだな。<laughs> 非常に申し訳ないんですけども、<laughs> はい、あの、消費者代表として。はい、あのー、まあ、割とイ、e、コマースによく使われているってお話されてましたけど。はい、例えば、近くのコンビニでピックアップするとかいうのだとも。う意味ないよね、うん、みたいな感じになります。ちょっと煩わしいかもしれないですね。うん、じゃあ、家の、例えば、まあ、あのー、ね、どちらお住まいかわかりませんけど、例えば、マンションに。 住んだこともこれまであるんだと思いますけれどもマンンションの受付ででピッックアップすするはありですかそうですね宅配ボックスとかに置いてもらってたら「はーい」って感じで行きますけどでもそれがそのやっぱり。 かお,水お水のなんか <laughs> 段ボールとかだったらもう,、ね、もうやだってなりますね、まあ、ラスト1ーまで来てよって家の前に置いててって感じがしますけどそうですね確かに、うん、まあ結構そこの、ね、実際どこまであの持ってきてもらいたいかってものによってもかなり違うからそこは多少優先順位をつけてもいいのかもしれませんよね。うううんうん、うん 確かにまあそうするとこれまでまあ今配送という話もありましたしあと、最初話出ましたけどやっぱり個人情報をどこまでオープンにできるかっていう心理的な壁もえありましたけれどもどうですかそういうあの壁っていうことでいうとまああのスマートマットとかまあ価格比較とかいろいろやられているこのスマートショッピングさんですけれどもそういう。 これからの次の人の部びへの壁っていうと他どういうところが思い浮かびますか まさに一番重いものを運んでほしい人が高齢の方であるにもかかわらずその方がやはりスマホに対して不安を持っているとなのでなんかスマホで買うというのはすごくマーケットを広げたんですけどスマホの次といいますかスマホより簡単なもので買うというなんかそういうことができたらすごく大きく広がるんじゃないかなとは思っています。 でちょっとだけ宣伝させてもらうとスマートマットですとたまにあのやっぱり一泊家庭に置きたいと買い物難民の方とかがおっしゃるんですけどスマホは使えないけど体重計の上に置くだけだったらできるよみたいな,なんかこういうものが普及するともっと広がるんじゃないかなとは個人的には思ってます。ぜひあの 高齢の方にスマホを持たせる趣味を持っている黒田さんもスマートマットをやったらも、はい、もっともっといいかもしれませんよね私、ちょっと言葉が違うかもしれないけど生存確認というかあ元気で暮らしてるんだなということが、ね、それでも見えたりしますよね,すよね、うん、確かにこうなんか順調に水減ってるなみたいな <laughs> 飲みすぎだぞみたいなのが、ね、あるかもしれませんよね。<laughs> <laughs> そううですすね、はい、ありがとうございますそれではフラグシップ LLC のジンバさんお願いします、はい、私は EC の成長に関してはものすごい楽観的なあの見方をしていまして、はい、あの台風の日とかもすごい皆さんネットであの買われたんじゃないかと思いますしあのこれからどんどんまあ伸びていくことは間違いないと思っています。 我々が作っている EC サイトの中でも見た目はどんどん良くなっていきますしあのサービスもですね、まあ、返品が簡単にできるあの購入決済がしやすいあのレコメンドしてくれるとか一度カートに入れて買わなかったらあのお知らせを届けてくれるとかものすごい進化しているもののやはりあの議題に出ていますが配送の問題あの昨年の成長率の話がありましたがあの各配送業者が想定した以上の あの成長でもあったとも言えるのかなとも思いつつやっぱりそこがボトルネックとしてあの今後課題なのかなと思ってますまあただ確かにまあ配送ってことでいうとですよあのまあ手紙ってほとんどなくなったわけですよねで逆に言うと小包を運ぶのがまあ中心になりましたとでまあやっぱり例えばあのまあ郵便局なんかもまあ正直言えばやっぱり DM と年賀状以外はほとんど 手紙ってねないような状況になっている中で、まあ、本当はもっともっとそういうあの小包とかそういうところのサービスにシフトしていくのも必要なのかもしれませんよね。そうですね。手紙とか小包であればもう置いていけたのが無ピンポンしてあの持ってってまたマンションの下まで帰ってきてピンポンしての繰り返しですからね。やっぱり確かに何かそこであの何回も往復するっていうのがねやっぱり問題になって例えば最近だとこう実際に どのタイミングで来てほしいかとか、まあ、そういうコンタクトをね、やっぱりできるようなサービスなんかも増えてますし。あの、まあ、ウーバー的なね、まあ、そういう、なんていうか、いいマッチングができるサービスなんていうのも、これから。必要になってくるかもしれませんよね。そうですね。その通りだと思います。はい、ありがとうございます。浜さんは、いかがお考えですか。そうですね。 あのまあ、今まであの皆様がしゃべってこられたように、まあ、あの配送という、まあ、物流面の問題というところはあの非常に昨今問題になってたかなというふうに思ってますしあの、まあ、そこに対してあの解決するというところの,あのソリューションを作っていく会社さんとかこれから伸びていくのかなというふうに考えています。ただなかなかか人って意外と すすごくてですね人が例えば配送とかやったところと同じような生産性みたいなものを機械で出せるかって言ったらそうでなかったりとか、まあ、いろいろその導入に向けた課題っていうのはたくさんあるので、まあ、そういった課題をどうやって解決していくかっていうところがこれからの企業の腕の見せどころなのかなというふうに考えています。あの例えばまあ,そのまあこれはどなたにお答えいただいてもいいんですけれどもやっぱりまあさっきあの少し世代の話も出ましたよね。で、まあ、よくミレニアル世代っていう話もされますけれども。 例えば今のこう20代あるいはまあ場合によっては10代っていうのはやっぱりそのほとんども e コマースでやるよっていう前提の世代なのかななんていう気もするし実はあの日本以上にまあアメリカの西海岸だったりとかあるいは中国の南部だったりとかそういったところっていうのはもっともっとそんな感じになってるのかななんて印象も受けるんですけれども。 まそこら辺どうですかやっぱ世代の若い世代だとか外国っていうのはもうほぼ E コマース化されているような状況もあったりすするんんですかねジンバさん外国についてはですねあのもう街の状況が日本と全然違うというところであの日本であればコンビニがあって近くにあのファッションであのセンターがあってみたいな状況ですけどもあの車に30分乗らないといけないみたいなそういう状況の方々にとってやっぱり EC というのがよりライフラインであって全く別物。 捉えていいる方が多いのかなと思いますあの世界にお菓子を売る EC サイトを立ち上げたことがありまして最初の受注があのスペインのどこか村の方から入ったりとかあジンバさんが立ち上げたんですかそういうサイトそれはわれ、えっと、我々のパートナー向けに立ち上げたんですが、はい、うんもう世界中に配送するその通りです ファッションブランドを立ち上げた際も、あのー、リトアニアみたいな名前の国のところから最初の受注が入ったりとかですね <laughs> あのソーシャルメディアで告知して、あのー、皆さん買いに来るパワーはすすごいいなと思いますちなみにそうするとあのない結局、長距離を別に運ぶわけではなくて近くの生産拠点から持っていくっていうことになるわけですね。それは それができれば理想なんですがそこまで組めている EC はなかなかない状況ですね。じゃあ、かなり林さんからもお話しいただければと思いますけれどもやっぱりそういう,あのていう,かこうグローバルな最適化というのはまだまだしづらい状況なんですかね。 そうですねあのま,まさにあの海外ですと私実は前職がアマゾンだったんですけどあのアメリカは本当にやはり日本が生んだコンビニエンスストアというのがやはりすごいので圧倒的にやはり不便な中で本当に100%に近い状態ができているというか、まあ、そういう状態だとは思ってますあと日本についてもあの我々のビジネスもそこをすごく意識してるんですけれども最初おっしゃられた通り何て言えばいいんですかねあの 楽しい買い物と労働に近い買い物の2つしかないと思ってましてミレニアル世代であろうともなんか多分楽しい買い物は喜んでいくと思うんですよ服を選ぶ肉を選ぶまあそういうのはあるしやっぱ CD は売れなくなってもライブには行くみたいなそういうのは残ると思ってますただ労働に近い買い物は我々はやっぱ 100%EC になるだろうなとそれに着々と近づいてるだろうなみたいな意識がありますね 確かにねこうデートに誘って買い物行こうよって言ってなんか米とか水とか買ってたらなかなか辛いもんがあるかもしれないですよ、ね、<laughs> まあ、まあね、でも、なんかそれもちょっと、まあまあ、毎回はそれは嫌ですけどたまにならちょっと、まあ、たまにならねいいですよ、ね、<laughs> どんな米買うんだろうとか <laughs> <laughs>、まあ、ほぼいいしになるでしょうと <laughs> いう感じですかね。はいうんなるほど 1まあこう一つの課題としてそのまあシニア世代の方がえまあ EC を始めるにあたってまあちょっとハードルがあるとこういうことってなんかどんなふうに解決していこうとかってあるんですかねなんかスマートマットなんか1つねこうソリューションなのかなと思ったりしますけどやっぱりそのおそらくシニア世代の方って。 発注する手間だったりあるいはその個人情報を出すというあのなんていうかなこう、ええも知れない恐怖を克服する手間とかあのまあいろんな手間っていうのをより重く感じてしまうんだと思うんですよね。やっぱりだからそこをもっともっと簡単にできるようなあのこれは技術テクノロジーなのかソリューションっていうのがあればもっともっとそうなるのかななんて気も。 素人的にはするんですけどどうですかあの、はい 石川さんお願いしますまさにスマートマットでも買い物弱者って言われる日本で本当に水とかが過疎地域で届かなくて困ってるっていう方であったりとか都心でも忙しすぎてんか物が買いに行けないみたいな方に対して本当になくなったら届けるみたいなサービスをやろうと将来的には考えてるんですけれどもまさに課題になるのがそういった最初の設定 で、誰がするんだ。問題っていうのがあるかなと思ってまして。あのまあ、技術で解決するっていうのも一つの方法ですし。あとはやっぱりそのまあ、常に。そのあの。 まあ過疎であれば、例えばそこに常にコンタクトがあるようなコミュニティの方ですとか、あとはまあ例えば郵便局の方だとか、それこそセコムとかあ、ああいうなんていうんですかね、セキュリティ関連でいつでもあのアクセスがある方みたいな方と、なんかその EC の業者さんが組むとか、そういったことでのの解決できる課題っていうのも、なんかあるんじゃないかなとは思いますね。確か,になんか EC コンンサルタントじゃないいけれども、はい、あの例えばそういう、まあ デジタル弱者なのか、まあ、いろんな買い物弱者なのか、はい、そういった方々が EC にアクセスするちょっと後押しをしてくれるばね変わりますよね、はい、あの黒田さんがこう、ね、あの先輩方を後押ししてスマホを持たせてるように <laughs>、はい、そこはあの EC アンバサダーじゃないですけどま、はい、まさにそんんなななイメージかかと思いますなんかあの 黒田さんの,かあのもうプロの黒田さんみたいな方がいっぱいいらっしゃるみたいな多分そういう方があのなんか仕事としてあのやっていただくとなんか世の中もっと EC が普及するんじゃないかなと思います、うん、山口さんちょうど私も最近教習所の方からです、ね、こんなことできないっていうのがあったのが今まさに近かったので少しご紹介するとです、ね、教習所って実はデジタルネイティブの学生がいっぱい常にいる場所ですと。あ でですね、せっかくそういった人がいるのであれば、まあ、待ち時間があるのであれば代わりに物を買ってあげるみたいなことをできないかと地域の人が集まるようなコミュニティにして物が買えないところをですね補填していくような保管していくような場所づくりができないという,というようなご相談がありました、まあ、それは教師上の例なんですけども自分が乗り越えるユーザー体験を乗り越えるところもありながらもやはりできる人のパワーを 使って乗り越えていくというアプローチもぜひ今後進んでいくんじゃないかなというふうにはお話も聞いて思ったところですね。うん、いいですねさん あのずっと話に出てるような何て言えばいいんですかねあの全く知らない人が届けてくるというよりもやっぱり知ってる人が届けるみたいなことでなんか信頼ってできるのかなとかその人だったらクレジットカードを教えてもいいかなとかっていう、まあ、そういう信頼の問題がやっぱり大きいのが一つとあとは私はちょっともう妄想で技術的な方に行ってしまうんですけどあの何でしょう、ね、今音声で変えるようにするような取り組みとかも出てると思うんで音声なのか もしくはなんか誰かが脳波みたいなものを解析して水が欲しいなんか信号出てたら水を届けてあげるみたいになんないのかなとかなんかそういう技術がなんかスマホのなんか難しさを解決してくれないかなとかは思ったりはします、ね、でも確かにそこってまあ,あのいい面悪い面両方あってあのそれこそジョージ・オウエルの「1986」のねあの小説だとこう各家庭にそういうモニターがあって。 であのまあ、それは逆にあのなんか独裁者からの指示が来るようなモニターでしたけれどもすべてに同じモニター上があるって半分怖いところもありますよねそこは、まあ、ど,どっちがいいのか分かりませんけれどもただまあ、ね、自発的にやるんだったらそれはいいことだと思いますしいろんなそういうボトルネックをどう超えていくかですよね、うん、そうですね林さん。なんかあの我々スマートバットをやってる時もその話はやっぱりよく出るんですけどもあの我々も。 なんかあの物の量を測るときにカメラで測ることもできたんですね、ただやはりカメラは心理的に置きたくないみたいな、やっぱそういう話が多かったので、存在感を消すような重さの方に行ったりとか、そこはなんかすごく微妙な塩梅が求められるんだろうなというのは、もう全く同感ではありますね。 2C の,の消費者の側の課題というところでお話をいただいたと思うんですけれどもその前にあの配送の話でこうネットワークとしての課題があったじゃないですかで例えばこの,最初あの前回黒田さんもなるべく送料は低い方がいいっておっしゃっていてそれは本当その通りだと思うんですよねでそのことを考えた時に一番効率的な配送をできるためにはおそらくその e コマースのプラットフォームがかなり一定 一元化というと変だけれども、まあ、独占的になった方が当然効率化するわけですよね。で、そこはアマゾンにいらっしゃったあの林さんもいらっしゃいますし、あるいは今、楽天にいらっしゃる山口さんもいらっしゃいますけれども、そこら辺ってやっぱり、大規模化した方がコストはやっぱり下がるんですよね。どどうなんんんでですすかこれれ独占の話もも出てくるんですけ林、はい、さん あのあもうおっしゃる通りで間違いなく下がるとは思います。あのやはりあの機械に対する投資の額がやはり会社が大きくなればなるほどできるようになると思いますのでなんかあの倉庫の中だけ見てもなんかものすごく自動化が進めやすいとちっちゃな石サイトさんだとそういうところやっぱり投資できないのでもう間違いなくそれはあるとは思いますね。 はい、山口さん、まあ、あとは一般的にというところではあるんですけれども先ほどお話にもあったように近くのところから送るのかはたまた、まあ、都市の工場があるところから送るのか。 ないしは同じ人に物を送るんだけれども配送会社が複数あるので1日に5回来るであったりというところのそういった無駄をどういうふうに取り除いていくかというところに関してもいわゆるプラットフォーマーとして楽天やアマゾンやはたまたヤフーがとい,うと,ころというところとは切り離してもその配送自体を人によって最適化していくというところに関してもまた課題があるのかなというところは感じております。 はい、それではここで、グラフィックファシリテーション、玉置さんに伺いたいと思います。玉置さん、いかがでしょうか。はい。私も新規事業で、実はデジタル弱者のところ、関わってたんですけれども。やはり高齢者が、そもそも E. C. の恩恵を受けていないって言うのは。 まあ圧倒的に UI が悪いっていうところがそもそもあるかなと思ってましてこれスマートフォンの限界かなと思ってますとなので次期デバイスっていうところで置き去りにしたデジタル弱者をどういうふうにこう社会がだな救うかっていうところはぜひ考えていきたいなというふうに思いましたはいありがとうございます浜さんいかがでしょうか はい、そうですねあの今、玉置さんもおっしゃってたようにあのうちの,あの母親とかも全くあの買い物ができなくてです、ね、EC であの楽天とかアマゾンでこういうことを買ってほしいんだけれどもお願いできないかというのが毎回電話がかかってくるんですねで私も仕事したりとかあのもう家族もいたりするので結構、毎回それやられるの困るなと思いながらもやったりもしてるんですけれども、まあ、そういったような人を助けるための,あのサポートみたいなところをできるようにあの社会に変えていきたいなというふうに考えております。 はい、ありがとうございます。さあ、けいすけさん、いかがでしたでしょうか。はい、あの、まあ、今回はお客さん側の、えー、まあ、なんで増えないのかのボトルネックというところ。まあ、心理的なものも含めてですよね。であとは、まあ、実際にこう配送するネットワークのボトルネックという話を中心にやってきたと思うんですけれども。まあ、どっちも実はテクノロジーをうまく活用することで、なんか乗り越えられそうな気もしてきますよね。なんか、そういった、あの、ちょっと前向きな。 希望が持てるようなそんな今回は、えー、セッションだったかなと思います。はい。さあ浜さん来週のテーマをお願いします。はい。次回は今後我々を取り巻く e コマースはどう変わっていくのかです。はい。お時間となりました。皆さん来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。